んだよ、丸さん、ジンでいいじゃねえかよ、ジンでよ。何がカグラだよ、マリオカグラ、笑わせんなよ。見て、カグラカグラなってるコメント。いやいやいや、樹海樹海にしかってないですよ、マジで。いや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 、言うても何言うんだよ、需要あるわ、絶対いかないから俺マジで。あ、じゃあ分かった分かった、いや待てよ、危険だ、樹海とかめっちゃいいから、マジウルボロスの距離がカムイチと噛まない位置があるから、今はガチだった。わー、そういう感じだ最近は。で、できるだけ噛まない位置にいてほしいんだ。今ハイジャミスってます。えくり、あ、じゃあ距離調節する必要があるんですね、あの辺はかなり、うわー、いやらしい、楽しいだろ、うわこれ、うわー、丸さん攻め強烈やな、分かってないでしょ。え、いやいや、分かってますよ、やめてくださいよ、丸さん、もう寝転がって見てるけど、まあね、そうでしょ。まあ、マジ井上椿かよだ。あー、コマ投げですね、お、使うの早くないですか。いや、ゲージ回収されるのダリーから。あ、うわー、危ない危ない、おー、刺してきた、サンビーで、あー、もったいない、おー、追いかける。いや、マジで今のはあれだろ、漏れた、うまい、相手うまい、あれをできる相手だと、はい、着地6ビーとかできるんだ、はい、こっちは。なるほどなるほど、新しい有名じゃない、あげえ、ダブルアップ、おー、バーストだねー、おー、バータイですね、バータイ、バータイ、今のはバータイ、まあここら辺でバーストするっしょみたいなとこでやるといいんだけど、その後のコンボが良くなかったね、これ死んだべ、うわ、みんなコンボうまいな、ね、よくできるな、マジで、まあ、途中まではやり込み見せたでしょ、はい、確かに、さあ、これはジンは中段から芸術かないとコンボいけないです。コンボ中にコメントを読む余裕もあります。回るんか、マジで、おっと、いや、狭間相手にこういう弁天しちゃいけないね、本当は 2A で狩られちゃうから。あー、安全な、そう、できるだけ安全に行きたいんだけど、うまい、確認してる、またピンチ、これピンチだね、ここでバーストを使えねえんだわ、エリスキー、おお、自分から、おお、ガンガンプレッシャーかける、おお、バーストを使わせない、あー、ミスった、まあ、ガーの本当はあそこはジャンシーヒダン等が標準じゃんで死ぬんだ、はい、確かに今のタイミング絶妙でしたね、バーストを残ってる時に相手、そうだから、こういうの見ながらで、バーストを使う、相手のバーストを管理しながら攻めなきゃいけないんだ、はい、なるほどなるほど、まあこんな感じで、こういうじゃねえかもね、どうせ機構だろうと僕のっつって4000人見てるんだ、やめるわこういうの、ビビって俺は。いや別にいいっすよ、いやビビって、いいっすよ、気になんないっすよ、え、言うてもそれなりにやっぱベスト10に入るそうな動きしてるでしょ。いや、まあ確かに、あのプレッシャーの書き方、2000までで、ありがとうございました、俺そのプレッシャーの書き方凄まじかったっすわ。言うても強いやついっぱい友達いるから、なるほど、俺は別に強くないけど、なるほど、そこなんすか。いや、全てがマリオさんの力になったわけですね。今の前ダッシュして対空全部ガードしてってプレッシャーかけてったのはマジパラかった。ビビズっぽいでしょ。いや、もうさすがの、さすがの、昔はあそこでやべ、カグラ来た、俺も同キャラいっちゃうんじゃないか、やめて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 、4000人から1000人になっちゃうから、視聴に確かに。いや、マリオさんゲームうまかったんだよな、やっぱりマリオが見てわかるじゃん、俺のうまさみたいな、あれ全部わざとだから、ね、今あ、そうなんですか、やっぱりですか、うん、であんな風になるわけないじゃん。確かに。まず。今のだって前ジャンプにマリオさんの落ちゲーの全てが変わってますよね。そう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 。本当はガードできるのにわざと死ぬみたいな。はい、なるほどなるほど。あれ、芸術。落ちる場所をしっかり決めてるってわけですね。あ、なんか、いろいろ書いてある。
マリオは最高なプレイ、人生機会だ。いや、でもそんなこと書いてないで。マリオ、なんか、わからん殺しのお化けが来た。これ、楽しみですね。ショーに向き合うの？あ、無敵技なんだ。あ、あの、したための技か。めくりに対してどうなのか、でもしゃがんでら距離。しゃがんでないと、でも対抗技じゃないと思うんだよ、さっきの。おお、拾えんのかい。あべ、あの。このあれが難しそうですね。おお、つながる。強靭。ラグはまあまあちょこちょこ感じる程度ですけど、まあって感じじゃないですか。これまだ難しそうだな、相手のキャラ。あーこれ厳しいか。満たさない。中段、おお、うわー、中段出すふりして下段とかやるのかと思った。いやいや、コンボ、いや、あれでテーラでジャンビージャンニシンできるんだ。しょがりくそメガネになった。なんで俺やねん。なんで俺やねん。樹海クソメガネって呼んでください。今は樹海クソメガネ、樹海クソメガネ。じゃあ俺樹海クソ筋肉って呼んでください。樹海クソ筋肉。英語あれでしょ。この人は誰だ、夢を感じるとかでしょ。まあ This gene is my dream みたいな。あー、ちょっとあいにちょっと英語を使わないちょっと危なそう感じる。 This gene is my dreamジンプレイヤー is my sunshine みたいな。my sunshine わかるよっす。you are my sunshine is Mario って言っといて。あなたの体はマリオですって言っといて、ちゃんと。ちょっと言ってることが意味わかりません。言ってることの意味がわかりません、ね。わかんないですかね。はい。ちょっとあの、堀さん、今これ、刃、エッジください。ちょ、今英語で言おうとしたんですよ、今。エチアーンとか言う感じだったんですよ、今。皆さん。うわ、そこがされてそうですね。出たー。殺すかよ。おお、氷河の希望。いや、僕はあの A さんに買いますよ。1万9000円全然。いやいや、1万9000円ぐらい出しますから。そんな貧乏じゃねえから。やってない、やってない。神楽戦い方が見えてこんな。でもそうだね、まあちょっときつそうな感じがするけど、今の現状は動きが遅いのはやべえんだ。だから D ボタンと空中 D とかで多分荒らさないといけないと思うんだよね。確かに。あれ、あのね、これ対空普通に取れちゃうからか、普通の飛びだと。確かに対空がないのかな。おお、待ってんすよ。あ、知らねえ。死ぬじゃん、まあ、ストーンストーンストーン。こいつ、さっき5っぽいんだよな。あ、これ、おぉ、敵だった。下ためだからな、すぐ出せないんだろうな、とっさに。なるほど。神楽、知り合いなんだ、これ。ブーザーマル、なんかあれらしいよ。上司らしいよ。え、上司なんすか。うん、ジンの。上司設定か。いや、なんか多分先に弾打たないと。あれ、今2000やんなかったっけ、俺、カグラと。やりましたね。ただ多分弾出してからのみたいな感じじゃない、はい。あー、まあそうですね、弾出せないと。そうですね、そうですね。今だって初日だもん、カグラ。で、弾出そうとしたのを止めに来たら、うん、
サマーソルトで切り返すとか、そんな感じだと思うよ。パターンですね。テイガー人気あるなぁ。テイガーどうよ。もうキックしちゃう。なんでテイガーきつすぎて。あ、きついですか。きついっていうか、いや、きついってあれ、ね、まあ、精神的に。あ、なるほどね。まあ、長いですから。体力高い、そうだしな。体力多分高いですよね。そうなんですよ。で、向こうの火力も高い、向こうの火力が高いと。レベル1、アクション。早いっすよね。うわ、遠い。で、あー、遠くて当たらない。さあ、ダブルアップいく。中断絶対でもこっちの方がいいな。俺今山でさ、無双使ったんだけど、無双決めてこれなんだ。はい、全然有利取れねえからさ。確かに。さあ、一方的ですね。強いな。少しやるよ。レベル2アクション。アトミックこれだ。始まったよ。何がしたい。なかなかやるな。甘いな。危ない。これはハメじゃないぞ。あ、カウンターしないとまあ拾えないけど、君に空室上まで受け取った。いや、まあ、知ってるね。いや、これはダメっすよ、やっぱり。破壊なんですね。そうそうそう、しっかりガードできる。なるほど。で、テイガーは、こうやって、あれが当たるんですよ。しゃがみに、今みたいにカチコパンが当たるんで。はいはい。かなり強い。まあ、でも、ぐるぐる回されたら、結局、なんか読み合いみたいになっちゃうから。あ、まあ、確かに。で、ここで中断のアップは。見えない。いくらテイガーといえばさすがに死ぬまで。なるほど。まあこんな感じですかね。眠いっすか。いや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 、わかるよ。いやいやいや、飽きてきたのわかるけど。飽きてきたとかじゃないっすよ。もう長いもん配信。むしろ、うん、俺早くタオカが仕上げてっすやりてえなと思って。ここでじゃあチェンジする。タオカがに、いや、さすがにきついっす。いやいや、いいさすがにコンボできないっす。まあ今の、割とこのジンの動画が、まあクソムーブっぽいんで。いや、そう思うのはいいですかね。ニコニココメント止まってね、それは。いや、もうニコニコはもう誰も見たいじゃないですか。いや、多分もう配信終わったよね。いや、終わったらディスコネクト出るじゃないですか。いや、俺はニコニコにコメントしてもらいたいっす。あ、見てる。お、あざっす。あ、ほら、見てるじゃないですか、ほら。いや、むしろニコニコじゃ見れないから。どれだね。トレモンとかさ、やめろって。でも今の時期っすよね、始めるとしたら。やっぱり初心者の人いっぱいいるだろうし。うわー、あれだ。まだか、まだ止まります？ニコニコの方。もう治りました？まあ止まる。あ、もう止まってないんだ。余裕で止まるってきた。あ、ちまった。あ、止まる。あ、ハッカー化なんだ。お風呂入るってどういうことやねん。お風呂入っとるから。いいじゃん。あの子くんの好きな女の子かもしれん、女子かもしれんぞ。いやいや、まあ、まあ、手汗はまあこんな感じでやっていけばいいんじゃないですか。うまいなぁ。嘘つけや。ねえ、見てらんだろうね。なんでうまいなぁ。うまいなぁ。わかるよ、この気持ちも。コメント完璧でしたよ。真剣に見よ。はい、嘘ーって、嘘ーつーって。俺、勝ちたがりの風の子に絶対乱入してほしいんだよ。マジ絶対乱入しよう。ちょっと別の会社の名前出されてます。いやいやいや、もう絶対乱入しよう。はい。ああ止まれんかった。終わるぞ、これ。まあ、投げられてもいいんだよな、ここは。俺、ごめん、言っちゃったの、自分から。そうなんですよ。あいつは
わーこれはもうしょうがない早く死なねえかなってずっと思ってた俺が悪かった。そういう気配はどうだろう、仕上がんなそうだから出ないか、仕上がんねえかなそれまでに。どうだろう、あー嘘つき、何嘘つきってやめるぞ。いやいや、やめないでやめないで、この程度で阻止できるとでも思っていたのか、この程度で。まあでももう今日で、はい、言うてもマリオ芸人卒業していいんじゃないかなって思うんすよね。ああなるほどね、うん、言うてもかっこいいとこ見せてね、見せてじゃあラグナ次行くか。ラグナはね陣ほど仕上がってないんでね。マリガ投げ抜けみたいなシステムはしてないっすよ、だってもうしてたもん今まで。 Please select your character。ラグの、おい、なんか変なキャラ来たぞ。はい、ちょっと対戦してからジンでやるわ。多分、どうせ壁になるから、ここは。おー、テルミだ、テルミ。あ、サブゲームなんか、できたんでしょ。あ、できたんすか。こっち、サブコミ。いや、もう、カグラで10位。いやー。走れんキャラダメだな。雪姉さんの力何分持つかな。あ、今日からできたんだ、今日から。強えのかな、マジ気になるな、強えのかどうか。そこ、そこにかなり体育の性能興味津々でございます。上から行く、体育の性能見極める、こいつ。低いんじゃないこいつ、しゃがみ。はぁ、あれ、ダッシュ、ダッシュ、早い。早い、すげえ、早いの動きが。狭間が出してなかったから、なんか、新鮮ですね。おぉ。そう、俺もステップかと思ったら、こういう、こう、こう止まんねえなと思って。最近普ういっす。カメラの投げの火力やばい。やばい。おいおい、やめろやめろ、マジで。あーっとっとっと、これ強そう。ええ見た、カウンターすかね、今のさすがにっすか。あ、これ裏いけるか、こうやってやらせ、カウンターが強すぎて技見えねえっすと。あ、ニコニコだから、ニコニコの今の。ああ、おお、なんだ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 、わかんないっすね。おお、どん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 。動き速そうだな。ああ、そうか、コミュニティ新しく作ったやつは。カグラ投げたら3600か。まあ3600とか割と普通じゃねえかな。丸さん、かっこいいだって。無星みたいな顔するんだよ。それはない、それはない。ラグナ、ラグナ使っていいっすか、とりあえず。まあラグナまだどんなもんかわかんないだろうから。うん、あー、カグラやばそうだな。どうなんだろう、何を見てやばいと思ってるんだろうな。何が、カグラ、カグラ実際に強い人の動画とかもう上がってんの。技の性は一つ一つなんかヤバそうな動きも速いしさ。はいはい、別にゲージない時に怖くないんだよねこのキャラ。一回触れる前に多分さ、こうなっちゃった時に多分カグラ側がどうするかじゃない、課題としては。ああ、まあそうですね。だってこれで次投げるじゃん。はい、投げれなかった。でもう次込めたら終わりだからね多分。バーストカード、ただ読まれたらきつそうだな。たぶん立ち回りのやつはじゃないっぽいんじゃない、本物。まあこれテルミなんですけどね。あれ、これ誰って何したの。カグラって。あ、カグラって。カグラさーとか言って、ゲーサマルまでがさーとか言って、モルさん言うじゃねえかって。あ、
中段じゃないか。いや、でも2段目で有利っぽいんだよ。え、マルさん今の絶対カウンターじゃなかったんだよね。カウンターが全然なかった。ゲージ溜まりすぎない？ゲージ溜まりすぎ？今、どこまで繋がるのか見てみたけど、多分いろいろ繋がってんの。あんま繋がってないね、いろいろ繋がってない。安定してんのか。おー、あれが対局か。おー、しかし。ライフどんぐらいあるんだろうな。おー、無敵技。シャヨク。あーやべ、ゲージ、OD 使えなかった。なんか、あれだわ、鎖がねえわ。あー、飛び道具打ってこないな。鎖ないんだ。飛び道具ないってことは、まあ、そう、なんかさ、花間のキャラ格好してるからさ、どうしてもさ、なんか鎖を意識しちゃうもん。ちょっとイメージ違うな。ダリーダリーな、これ。あれで固めちょっとマイジャンプって、このキャラなんか固められるじゃん。マジでマイジャンプって、とりあえず相手も真後ろに出ない。え、おー、高値はバリアーでいきそうだね。おー、かっこいい。最後いるって感じがない。やる必要ない。初めての BB。 鎖ない狭間ってどうなったの。動きが早い、その分動き早いみたいな。ああ。今サッカーでもいけるでしょう。むしろ俺が全然やってないんで、俺も新規参入みたいな気持ちですわ、かなり。いや、あれじゃないですかね、ここは、ここは、バトンタッチじゃないですかね。なんすか、バトンタッチ、数の子さんにバトンタッチじゃないですかね。なかったっすか。いや、もうそろそろお腹いっぱいかなみたいな。お腹いっぱい、嘘でしょ。いや、違う、みんながね。あ、お腹、まあ、俺ももちろんお腹いっぱいだけど。あ、やっぱり、まあ、俺だってちょカグラやんねえといけないからさ。あ、これもしたいじゃん。でですね、まあ、プラチナなんですけど、はい、本作でジャンプシーンの受け身の時間減ったらしくてですね。ジャンプシーンっていうのはどういう妄想もかからないんですけど、横に長いやつ、あれがちょっと弱くなったんだ。はい、コンボに行きづらくなったらしいんですけど、はい、アイテムで設置みたいのがあるんですよ。はい、はいはいはい。それがね、めちゃんこ強いんですわ。設置？まあ、言えば、出てきたら言うよ。あ、了解です。同じ。で、アイテムが結構バットが出たうちにプラチナはこうしたいと、あ、固めまくった方がいいと。あれ、ゲージないと無敵技ないですか、こいつ。バット以外ない。あれ、あと DD。 プラチナ使い飛んで攻めたがるから、とりあえずアイテムみたいに目を見とくと。あとはもうここで殺したい。おお、何、差し返しの余裕中断。いやいや、こうやってすぐ飛び上がるから。対空完璧っすね、さっきから。で、俺対空の反応早いから、対空ずらしあるキャラにマジ勝てない。ああ、なるほどなるほど。ここで有名しないといけないから、こういう対空ずらしであんまないキャラはいいんだけど、降りてくるの早いもんな。プラチナは結構上見た方がいいかな。うん、下から強いとあんまない。どうするか。おお、あ、よくみんな、なんでみんなが外してるんですか、しげだ。まあ、マジか。基本下だからね。あ、基本下なんすか。あー、ゲージ溜まった。見えた、見てなかった。
おお、なんかまた普通になんか普通に何も起きずに勝つな。まあ、あんま起きないっす。まあ、もういいです。言うてもベスト10、あ、なるほど、ベスト10、10位以内入ってるんだ。早く誰か分からせてくれ。すいません、気持ちよくなっておりそうだ、マリオさんが。あ、マリオさん気持ちよくなっておりそうだよ。プラチナは、まあ、ジンプラチナも多分プラチナ今まで結構きちいなとか思ってたんだけど、今回はまあ多分ジンが有利なんじゃないかって言われて。あ、そうなんですか。うん、って聞く。あのプラチナ、はい、機械の趣味ね、はいはいはい、みたいな日常趣味結構なんですか。プラチナマラ、やばっ。あ、プラチナマラ、ちょっといいよ、カズノコくんやって、俺もう疲れたし。なんすか、こんなかなって感じですか。こんなかなみたいな。こんなかなかな。これちなみに三つ子なんですよ。三つ子の魂、三つ子の魂が体に3つ入ってる。だから三つあるの。あ、そうなんすか。そう。何が三つあるんすか。何が何が三つあるんすか。魂。あー。魂、一つの体に三つ魂が。え、じゃあ、声も三つあるんすか。そうそうそう。だから、こんなかなっていうのと、泣けんなっていうのと、あともう一個ある。あ、へぇー。マリオ。俺、マリオのプラチナのモノマネ大好きとか言ってて。あ、マジ言わんべ。この子の、やばい、この子のやね。あーべ、あー、これ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 、この、あー、消えちゃった、ごめん。泡さ、いやいや違う、泡は前からある。今、暮らしのアイテム見て、これがやべんだ。あ、商品出なかった、失礼。プレゼント箱あるじゃん、はいはいはい、これがエグいんだわ。え、あの罠ですか。そう、罠、罠、あ、罠、ま、あー、もったいない。おぉ、えぇ、ここでバスが溜まるから発動したかったけど間に合わなかった。コンボのあれがいない。もうあともう波動、このね、これあれか、ね、強くてねんねんっていうのがマコトの前なんだ。え、そうマコト、マジそんな感じだから強くてごめんねって感じ。ごめんねって感じのがマジこれ本当だよ。何が本当なのかがもうよくわからない。嘘だと思う。何が本当なんですか。よし、俺もう10戦ぐらいやったべ実は。じゃあ次の人最後にしましょう。オッケー、じゃあ次の人最後で。もう疲れてますけど顔が。結構対戦するのきついっすよ。あ、そう、疲れですか。そう、南くんとか100連勝いったみたいなこと言ってんじゃん、はい、無理だもん。よくそんな長くできんだと思う。確かに。ヤンチを押すとかって辛くてかまんねえ。ヤンチが何かわかんない。お、ラグナ、ヤンチは何ですか。これ兄弟っすよ、これ兄弟。あ、まあ本当に兄弟なんですか。髪の毛の色とか全然違う。こっち吸血鬼だもん。あ、そう、嘘ついた。でもそれっぽい、吸血するじゃん。あ、まあでしょ。まあまあ確かに、それは間違いないです。で、ジンラグナは、まあ、立ち回りはね、ちょっとラグナが有利つけてあげたいんだけど、まあ、ジャンプシーンのせいでラグナも結構きついと、はい、なるほど。結構ジンの火力が上がったせいで、うん、あ、じゃあ、まあ、ジン有利ですか。まあ有利なんじゃねえの。まあ、うん、まあさすがにこれ不利って言ったらラグナさんに怒られちゃうから。はい、なるほど、ね。まあ、ジンも結構気をつけなきゃいけないとこあるんだけど、これやるよ、これ。やるよ、ね、やるけど、まあもう3なんだもんな。で、どんくらいの頻度でインフェルノディバイドを打つとか知らないから、あそれ一番人読みができないってのもあるけど。で、ラグナはあのディバイダーが強いせいで、はい、あれしちゃダメ、あ、せっかじめするとめんどくさいんで非常に。あー、なるほどね。で、ここに、おい、離れすぎだろ。うまい、パチパン系か。ってことは立て直せるわ、これきついぞ。僕、立ち火が出なかった。
うわあ、危ない。おお、顔出してる。立て直せる。まだある。一発刺されば。ラグナなら。一発は向こうが。おお、気持ちが入ってきた。イーグルのディバイダー。ほらね。これあるよ。これが繋がれば。あるよ。ラグナなら。なかった。出たー、退屈だし。ガード長っ。ガードする時間長い。あれをガードしちゃうとまずいんすよ。それしたらきついな。で、上結構見てるから横で攻めたいんだけど、ラグナの立ち上げが怖いから相手がどのくらい横ができるのかわからん。おー、ガードしてる。退屈だし、そのまま。我慢して帰りました。あっ、明日は多分フリーダが来るらしいですけどね。明日は無双でダメージです。おうまい。上ゆっぱ読んでたけど、うわー、待ってしたんだ。いや、これはね、これ死ぬ？死なない。消えちゃいますね。いや、死なない死なない。戦後服から出らないんだ。陣ライフあるから。おお、ほんとだ。削りに来るから、行くと。うわー、うまい。つないでバーストは、まあ有利か。よし、僕は明日は、明日ペルソナ的だからさ。あ、ペルソナっすね。正直明日やってもいいかなと思ってたんだけど。はいはい、確かに明日はやってほしかったけど、まあ。ラグナもうこうなったら結構きついから、あいつだったね。からの、おお、よく体育出ますね。しっかり読めてるから体育出ますね。そう、まあ明日ペルソナ会なんですよ。こんな感じで今の結構どう、なんでジンが有利か分かる試合じゃない。そうですね、うん、立ち回り有利そうだし。いや、結構ね、飛びが落ちちゃうんだ、はい、ラグナに対して。だから飛べないんだけど、上を意識させないと横が出ちゃうから、うん、そういう読み合いを作ってって、で最終的にリターンで勝つみたいのが今回のジンラグナなんだ、うん、だからあのこの人もさ、多分上、俺飛ぶから上見てるけどさ、はい、結局でも横もすごい上手い人だったの、うん、B 俺何度カウンターもらってるし、はい。ただやっぱり最後に出てくるのが今みたいなキャラの、途中 OD とかかかる最大飛びに来たけどさ、これ割と安心したでしょ。はいはい。死ななかったら別に安いから。あー、まあそう、バーストも使い切っちゃってるから。でラグナーとしてはあのラウンドどうしても取りたいとこだったから、うん、みたいな感じかな。浮いてきたもんな。マリオリオンかっこええな。いやいやいや、ラグナースタンダードキャラに対しては結構いけるんだ、はい、はいはいはい。ただバルケンとか無理なんだ俺。塊中だから塊中じゃん。マグロ、手がマグロ。ウィリオンハンマリオン。あ、ルナもともと金髪だったんだ。おお、打ってくる。いいな。裏かな。あ、大変だった。下がってくれじゃない。いろいろ出そう。おい、なんだなんだなんだ。ダブルアップか。いやいや違う。無双が出ない。結構飛んでるからこうやって置くと。おお、今のはもう、マリオさん最後までかっこよく終わってもらいました。今のはもうジャンプ、パイクをタッチパンとかでやめてジャンプにしたから、うん、走って立ち火やるとアイフスだ。あれも読み合いなんだ。でもっと安定したいんだら 2D はこうやっていいんだけど、 2D だとこうなっちゃうから、はい、あんま打ちたくないんだよ、ジンは。あー、痛いか、これ。
うわーやっちまった。痛いこれ。2C 出してる。これは多分まだ死なないけど、まあどうバーストをためようかなぐらい今考えてます。次のラウンドに、まあ、とりあえず打って、とりあえずここで今もう勝つこと考えてないから、まあ、ワンチャンあればいいかなぐらいなんだけど、でこれで補正技を見せかけてリバイドをガードしたいと。おーで思ったように離れていくんで、でこれ裏で読まれてるか次表にしようとかいろいろ考えて、でここで相手バーストかしたじゃん。でゲージ状況もこっちがすごい有利になってきてるから、むしろ勝ちを狙える狙えるなこれは。でこういう風にいろいろやっていくと嵐勝ってるんですわ。なるほど、そうなんですよ。なるほど、ゲージないときに陣の中断する人はってあるのって書いてあるけど、有利取れるの。当てるだけで 5% 回収できて、当てて有利なの。で、格ゲーはやっぱり、有利しかないし、勝てない。